メグ・シゲル・ロー主演の月9ドラマ海の始まり、フジテレビ月曜21時はサイレントのスタッフが再び集結した話題作です。テーマは親子愛で、いつどのように父や母になるのかが描かれて、最終回結末は主人公夏目黒王がそして父になるラストに、今回はドラマ海の始まり、ネタバレ&あらすじ前話まとめについて。海の始まり第1話あらすじ。夏は都内の印刷会社で働く28歳の青年。3歳の時に両親は離婚し、母親に引き取られた過去を持っています。その後、母親が再婚したことで血のつながっていない父親と3歳下の弟がいます。夏は高校を卒業後、都内の大学へ。その大学の新入生歓迎会の場で水木と出会います。最初は話す言葉や考え方から変な子だなぁと思っていた夏でしたが、そのペースが心地よく、自然と距離が縮まっていったことで水木と付き合うようになりました。しかし2年生の冬、水木から一方的に別れを告げられてしまうのです。その後大学も辞めてしまった水木と会うこともなく卒業し、そのまま就職。そんな夏が別れて以来7年もの間会うことがなかった水木の死をきっかけに、自分と血のつながった娘の存在を知ることになり、キャスト有村架純、有村架純、あ、主人公の元カノ南雲水鬼を演じるキャストは未発表です。ただしピンズバ NEWS ではヒロイン役は女優の有村架純さんと書いていました。目黒が主演でサイレントチームが集結する、これだけでも話題性は抜群だが、前での広告代理店関係者は続ける。実はヒロイン役の俳優は有村架純さん31だと聞こえてきているんです。ヒロインですから、役柄はシングルファーザーの目黒さんの新たなお相手か、別れた元妻という設定も考えられそうです。ヒロイン役で出演という情報のみなので、南雲水鬼でなく現在の夏目黒王の相手役の可能性もあります。登場人物南雲水鬼、南雲、水木、夏の大学時代の元カノ、個人、夏との間に海という娘がいる。水木はなぜ夏の元から去ったのか。水木の葬儀が7年後で、海ちゃんが現在6歳。別れて10月10日頃に出産したとなると、妊娠したから別れた。でも夏は大きな夢を追いかけていて、彼の邪魔になるパターンとかではなさそうなので、なぜ別れたのか謎ですね。難病を抱えていたとかも予想できますが、ともかくミステリアスです。そのため、海の始まり、最終回ネタバレについては予想、考察となります。最終回結末は、夏、目黒王が、そして父になる。本作は、サイレント、一番好きな花のスタッフが再集結し、親子の愛をテーマに描く完全オリジナルドラマ。人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。この時代だからこそ伝えたい親子の愛を通して描かれる家族の物語。主人公夏がいつどのように父になるかがテーマ。そして亡き恋人がいつどのように母になったのかも回想シーンなどで描かれそうです。人は子供ができたからといってすぐ親になれるわけでなく、親になっていくものなので、人類の普遍的なテーマであり、乗り越えないといけない壁といえます。